どうも、オナです。私はですね、今大分駅前に来ておりますと、大分県の皆さんがお邪魔しております。まあ、それ先ほどですね、サンフラワーでですね、こちらの大分に来たんですけれども、フェリーでですね、それでね、今回なんですけども、この大分からですね、鹿児島の方にね、ちょっとね、レンタカー借りていこうかと思っております。なんとなくまあ、なんかこのルート、まあ、行けたら気持ちいいなっていうふうに思って、ちょっとね、レンタカー予約しちゃったんですけど、乗り捨てでね、結構遠いですね。まあでもね、時間はたっぷりありますので、ゆっくりですね、ドライブしながらですね、使いたいと思っております。ということで、早速なんですけども、トヨタレンタカーで予約しておりますので、車をですね、取りに行きたいと思います。今日は快晴で、いいドライブ日和になるのではないでしょうか。ありましたね。予約できておりました。では今から車を受け取りに向かいます。こちらですかね。トラックとかもレンタカーできるのかな。今回ヤリスというふうな、はい、快適そうですね。いや、一人で運転するのはもったいないぐらいですね。3人も乗れますからね。まあ、今回は一人ということでですね、こちらで、はい、鹿児島まで連れてってもらおうかと思います。最近はね、ちょっと車もね、実はあんまり家でも運転しなくて、久々の車なんですよね。まあ、それでね、やっぱちょっと電気自動車とはなんかこうリズムが違うんで、そう、リズムが違うんですよね。なので気をつけないといけないですね。なんか電気自動車はなんかミニカーみたいな感じですね、感覚的には。もうアクセル踏めばボーンって進みますし、エンジンはちょっとなんかこう、でも、ね、だんだん速くなってくる、微妙な違いはあるんで。まあでもヤリスも青森で確かね、乗りましたけども、最近はトヨタレンタカー、ちょっとよくお世話になってますね。はい、ということで、この湯気がいいですね。到着いたしました。中に入ります。今日は朝ということもあって、昨日もね、船でお風呂に入ったので、はい、足湯だけと。硫黄の匂いがすごいな。なってんだ。入ってみましょう。暑くないかな。ぬるくていい感じですね。こんな風になってんだ。温泉はないのかな。逆に足湯とこういうなんかね、観光地って感じですかね。まあ、たくさん歩いてからっていう方が良かったかもしれないですけど、ちょっとスケジュール上、まあ、朝一に温泉という、まあ逆にある意味贅沢な、はい、ね、ちょっと時間を過ごして、まあこれから車長く運転するんで、少しでもちょっとリラックスしておきましょう。ではちょっとここでまったりしておきます。温泉、まあ本当はね、たくさん巡るのもいいですし、宿泊するのもね、いいんですけども、過去にね、まあ別府のトリップドットコムライブで、ね、温泉、宿も、施設もホテルも販売したりしましたからね。ちょっとそういったところにちょっと行ってもいいのかなと思ったんですけども、まあ、ちょっと今日、まあ、今回まあね、目的地は鹿児島なので、また家族で次回来たいと思います。ゆっくり、フェリーもね、大阪から別府まであるんですよね。またサンフラワーで、そう、それ次乗って車でね、とかね、いいなと思ってますね。ちょっとこれからですね、まあ、長いちょっとドライブということで、宮崎県の方を目指したいと思います。では行ってきます。道の駅北側ハユマ、あちらが今回の相棒です。それで EV クイックもありますね。イエス。というのでテスラで来たいんですけども、なかなかレンタカーも便利なもんですね。西郷でもありますね。すごい可愛い。それで、ね、馬が有名みたいですね。すごい焼き芋の自動販売機だ。ねっとりマン、ねっとり派かな。
ど。冷たい。すごい、おむつも売ってるんだ。これはでもありがたいですね。持ってない時だとか、切らしてしまった時とか。次はコーラ、ペプシ。3本かな。すごっ。やっぱ冷やしたり温めたりしても焼いたりもできるみたいです。そのまま食べれるっていうのは美味しいですね。うん、美味しい。皮も食べれる。ちょっと休憩してまた目指します。はい。本当はあのチキン南蛮を、ね、食べようかと思ってたんですけども、あまりにもこの海沿いが綺麗すぎて、なんかすごいおしゃれなスポットがあったんで、なんかハンバーガー食べれるみたいな、ね、あのことも Google マップに見たら書いてたんで、ちょっとここで今日は急遽変更してお昼ご飯をいただこうかなというふうに思います。綺麗ということで、ご飯こちらです。おー、美味しそう。何よりも、まあ、この景色ですよね。まあ、サーフィンがね、人気スポットみたいな。サーファーの方もいらっしゃいますね。いいっすね。知らなかったですけど、飛行機でみんなで来たら、ちょっと遠いんで、ちょっとゆっくりいただきます。今日ですね、あの一泊して、実は明日にですね、あの鹿児島中央駅ですね、あのいいので今日一泊するんですよね。それどこにあの宿泊するのかって言いますと、霧島ね、鹿児島県の、ね、あそこにですね、あの星の屋がありまして、ちょっとそこに泊まりたいなということもありまして、そこね、まあ、今このような、ね、まあ、時期ということもあって、もちろんね、あの今までにない価格だと思うんですけども、もう一人でも1泊2万円以下で、ね、あの宿泊、ね、朝食付きで、まあ、それで夜もなんか軽いおつまみ的なのがついてるみたいな、ね、やつが販売されてて、おお、すごいと思って、ちょっと今回それをですね、予約したので、今からですね、霧島の方には向かいたいと思います。ということで、あの本当はモアイ像とか見たかったんですけど、ちょっとそこまでは時間なく、もうあの、ね、星野リゾートなんで、あのね、早くチェックインしたいというところもあるんで、今1時半なんですけども、多分2時間ぐらいで着くと思いますんでね、うん、ちょっとそちらの方にもう直接今からですね行こうかと思います、うん、ということで、じゃあ行ってきます。楽しみです。九州でかいです。あ、まず、はい、あ、了解です。はい、わかりました。無事チェックインをいたしまして、ちょっと今待ちということなので、ちょっとここで待っとこうかと思います。
以前は部屋でねチェックインにならないとかしたんですけど、結構ここは客室が多いのかな。なんかね、まあ、チェックインカウン、フロントでまずはお手続きをしてみたいな、そこから案内してもらえる感じですね。はい、ということで、すごい景色ですね。あ、すいません、すごいですね。はい、明日ですね、晴れますと中心に桜島が見えるんですね。いただきまして、その隣錦江湾と霧島高原を望んでいただける絶景で案内を、はい、していただきまして、まあ、ちょっとね、お部屋ももう見えちゃったんですけども、ちょっと改めて外から、はい、じっくり見ていきたいと思います。今回は304というですね、一番チェックインのロビーから近いところでしたね。お部屋入ったらまずね、こんな風に下駄がありまして、ちょっとまずは靴を脱がさせていただきましょう。そして壺もあります。ここはですね、2021年1月にオープンしたばかりなんですよ。だからめちゃめちゃ綺麗です、うん、それでまあ今回ね、まあ先ほども言いましたけれども、1人2万円以下朝食込みで泊まれるというのは、まあ、平日の月曜日か木曜日かな、それだったらね、こういった方なんですね、料金で今だから宿泊できるということで、まあでもすごいですよね。この景色です。ね、最初はもう閉まってて、ね、開けてくれてね、スタッフの方がおおみたいな、やばくないですか。まあ本当はね、ここにね、桜島が見えるそうなんですけれども、今ちょっと残念が曇って桜島見えないですけど、明日ちょっと来たいですね。それあそこにはゴンドラがありますけれども、あそこで温泉に、あっちに温泉があるみたいです。はい、というですね、こんな素晴らしいお部屋でございます。それで客をこうぐるっと見ると、はい、まあ、今回一人で泊まるんですけれども、まあ2つね、まあ、ベッドもありましてね、綺麗ですし、もう本当にね、先ほどこう車登ってきて、まあ、こんなところにね泊まるところあるのかなみたいなね、思ってましたけど、ありますね、こんな素敵なところがっていう感じですね。はい、まあ、このようなお部屋となっております。じゃあ隅々までちょっと見ていこうかと思いますけれども、こんな感じで、あ、飲み物もありまして、まあ、こちらは生茶とかはね有料みたいですね、うん、でも210円とか良心的な値段です、うん、これもビールなんだ、ハートランドビールって書いてましたね。こちらはフリーボトルの水ですね、うん、それで、まあ、カップコーヒーはね、ロビーのところにありましたんで、それを持って帰ってきて部屋で飲んでるという形で、ここは空っぽだ、はい、ということで、まあ、ここら辺は多分他と変わりないのかなみたいな、前回のね、出雲と変わりないのかなっていうふうには思うんですけども、こういうふうなワークデスクもあって一応ね、だからまあここで仕事しながらね、この景色見ながらみたいなね、できますね。ああ、お風呂はバスないですね。なので、まあ、温泉ね、入ってね、ということで、はい。一応、シャワーはね、あるので、まあ、シャワーだけ浴びる人っていうのは、ね、全員多分ね、もう、ほぼ、温泉に行くと思いますけれども、はい。このように、まあ、一応、ね、ボディーローションとか、ね、こういったふうなものがありますね。あ、これは以前、ね、星野リゾート、出雲でも多分もらいましたけれども、これでね、作って、はい。まあ、温泉に行くみたいな感じでしょうね。でここには、はい、ああ、こんなふうに水、あ、3人泊まれるんだ、ここはな。ベッドが2つしかないんで、まあ子供1人って感じですかね。それでここがおトイレですね。お、すごい。ということで、今回はですね、まあこちらに1泊ということで。いやー、すごい。まあ前回はね、出雲に関しては、部屋に、ね、露天風呂があるみたいなタイプですけれども、まあ、ね、星野リゾート界に関しては、星野グループが、ね、展開する温泉旅館みたいな感じなので、はい、この霧島はこのような感じになっているみたいです。これお茶入れていただいたんですけども、鹿児島のお茶で、なんか静岡県を抜いたとか言ってます。本当なんですか？鹿児島のお茶って全然イメージわからないんですけど、うん。というので、そんなことでもおっしゃったんで、すごいですね。おお、おいしい。それで
カルカンせんべい、まあ、こういったね、ちょっとお菓子を一品置いててくれて、じゃあいただきます。じゃあ、うん、美味しい。まあ、本当にね、もう今日ここでゆっくりしようかなと。ね、晩ご飯も格安プランなんで、晩酌というだけで温泉とかをですね、ちょっとね、使ってゆっくり過ごそうかなというふうに思ってます。まあ、LL かな？でもまだ。L でも入りそうだけど、でも2つしかないんで。着替えました。どうすか？部屋数は結構そうですね。もうこれがあって、1階が5階まであると言ってたんで。はい、ここがビューテラスというところで、私の、ね、部屋の横すぐそこなんで同じ景色ということですね。あ、すごい、ゴンドラ見えますね、よりというので、ここでコーヒー飲んでもいいって言ってたんで、まあ、人がいなければ利用しようかな。今はいいですね。あ、ゴンドラと言ってましたね。スロープカーですね、正しく。ドア始まります。というので、じゃあ、ちょうど行っちゃいましたね。すごいな、これが目玉ですね、ここの。やっぱお金かけ方が違いますね、星野リゾートは、ね、これでもすごいな。20人まで乗れるみたいです。だいたい5分ぐらいで来ましたね。すごいな、モノレールみたいな、本当に。ああ今一人です、幸いなことに。あちらが温泉になるみたいですね。そういえばバリ島のブルガリホテルもビーチ行くとこういったのがありましたけどね、うん、いや本当手の込んでるね、ところですね。思った以上に楽しいです。そして、ね、このもう周りに何もないって温泉ですね。じゃあ男湯露天になってるのかな。はい、じゃあ行きたいと思います。こっちからだと星の屋こっち上層から見えますね。いやーすごいな。そんなにね大きくはないんですけれども、露天風呂もありまして、こんな感じの景色が、ね、見えます。大自然、まあ、あっち側に多分人は来ることないと思うんで、もう真っ裸で、ね、今の時間帯もそんなにいなくて、多分ねチェックインした直後は結構人いたと思うんですけど、お客さんが今もう夕食の時間近づいているということで、ここら辺の時間穴場でかもしれないですね。もう露天風呂はちょっとだけなんですけども一人で独占できて、うんね、ということで、じゃあゴンドラ乗る前はそこでちょっと休憩しましょうか。おお、飲み物だあったりするんですね、ほうじ茶とか。お、アイスキャンディー、あ、こんな感じ。そういえばね、イズもありましたね。というか、じゃあせっかく、わかんない感じ。抹茶、ほうじ茶。
い、それではまたこちらで会います。ここのラウンジ良かったですね。気持ちいいな。あの6時に一応おつまみを。どんなもんなんですかね。まあでも軽いもんでしょうね。普通は食事がね、ついてるプランなんですけど、私はそれで選びました。素泊まりとかないんですよね。よし、じゃあ部屋で待っとこう。こちらナバリ節というカツオみたいですね。で霧島茶というので、ね、焼酎なんですけども、通常であればお酒飲めないって、ね、おつまみセット頼みながらお酒飲めないって喧嘩売ってんのかって話ですけども、言ったら、お茶を用意してくれました。ありがとうございます。はい、ちょっと困ってましたけどね。全く飲めないんですかみたいな。はい、全く飲めませんということで、ありがとうございます。ではいただきます。今こちら、重い、震える。これ刺したら、はい。うん。美味しいよ。思い切ってテレビをなくてもよかったかもしれないですね。この角度で一応テレビ見えますけども。ご年配の方はテレビあった方がいいっていう方が多いんですが、まだ日が暮れてませんけれども、6時ですけれども、これからですね、じゃあここで行ったり、待ったり過ごしておきます。それではですね、ちょっと部屋で、ゆっくりで、もう真っ暗ですね。夜はもう明かりが、遠くの明かりが見えるぐらいで、あそこはどこの街でしょうかね。イベントもですね、いろいろありまして、こうお芝居ね、今回は天心降臨ですね、はい、がありましてですね、ちょうどあともう 2,3 分ぐらいで始まるみたいなんで、ちょっとどんなもんかっていうところね、見ていきたいと思います。こういった風なね、その土地土地のなんかこうね、歴史っていうのをですね、ちょっと紹介してくれるっていうのはありがたいですね。星野リゾートは本当に日本全国歴史ある場所にあったりするんで、ね、ということでちょっと見て勉強していきましょうか。はい、天孫降臨演舞へ足を運びいただきまして誠にありがとうございます。揺るぎのない心で存在している。はい、それでは歯磨き、もう寝る時間というので、何か忘れてると思ったらあれなんですよね、これ。さっきの劇ね、劇で気づきましたけど、なんか僕スタッフっぽいなみたいな。いや別にこの日でもね、いたんですけども、みんなこちら来てて、そうだそうだ、やっぱ旅館といえばね、この羽織ですよね。これだったらちょっとね、もっとなんかね、上品な感じがしますよね。というので、これ寝るときはもうこれね、いらないんで、明日の朝食、はい、朝食はね、ついておりますので、朝食でバッチリ来ていこうかなと思います。というので、バッチリです。はい、じゃあ寝ましょうか。一人で寂しく、今回一人プランなんで、こういったところはですね、平日、基本的には2名、ね、1組で、私みたいに1人で泊まってる人っていうのは、先ほどの劇見てても、見当たらないなみたいな、いらっしゃるかもしれないですけどね、基本は2人で、来られてる方が多いですね。それ星野リゾート界はやっぱ、なんて言いますか、もちろんね、自分自身泊まっててもね、いいんですけれども、両親をこう、連れてきたくなるような、ね、感じですね。先ほどもちょっとね、軽く寝たんですけど、めっちゃふかふか。ね、すごい、私ね、和室苦手なんですけども、こんな風にもちょっとね、今風な感じで作ってて、でも畳みたいなね、感じで、いい感じですね。明日のちょっとタイムラプスが、楽しみ。ちゃんと桜島が、一番の売りだと思いますので、ちゃんと、取れるかどうか、晴れることによって、やりたいと思います。では。
おやすみなさい。おはようございます。めちゃよく寝れました。ちょっと外見てみましょうか。光があということで、残念ながら曇りか。でも晴れてはいるんだけどな、雲はどうしようもないか。ということで残念ながら桜島は見えませんが、すごいな、でも本当にな、こんなとこ寝てるんだな。はい、それでは待ちに待ってた朝食を今から食べに行きます。あれどこにあるの、あ、お食事下だ。ですが、鹿児島の郷土料理を中心としたお膳ご用意しております。ブリの辛味噌漬けをご用意しております。でこちらのお膳右奥ですね、鹿児島名産のさつま揚げ3種をご用意しておりましてですね、今朝削りたての鰹節をご用意しております。で壺の中にですね、こうのものをご用意しておりまして、中央の取り皿をご利用くださいませ。でお味噌汁でございますが、郷土料理のさつま汁をご用意しております。こちらとなっております。おお、すごい鹿児島産の、まあお聞きすると鹿児島産のものをですね、存分に使った鰹節って言った今日も、すごい。じゃあつくねと厚揚げですね、はい、よし。鹿児島といえばさつま揚げ、そしてさつま汁、かつお節おいしい、まさか半個室とは思ってなかったんで、一人でもね、こういったとこ落ち着いたところで食べるのはいいですね、すごい、ここにも火があったんですね。なんかすごいあったかいな、食べ物が、さつま揚げはそういうことだったんですね、今気づきました。あと黒酢も食前に食べ飲んでてくださいって忘れてました。ちょっと今逆なんですけど、ありがとうございました。よし、いっぱい食べた。今からチェックアウトします。チェックアウト12時だったんで、すごくゆっくりできました。では、出ます。ありがとう。あ、特には使ってないです。はい、了解です。はい、どうも。
ではしました。結局でもあれですね、滞在中は出ずにって感じですね、ホテルから。でも周りは本当に何もないんで、まあ、散歩とかならね多少できるかもしれないですけど、基本的にはもうねこういったところはホテルの中でゆっくりしてくださいという感じですかね。朝はなんかね体操のイベントとかも、ね、あったりするみたいなんですけど、今回は本当にあのそういったのに参加せずひたすらゆっくりみたいな。あ、もう車もたくさんありましたけれども、ほとんどなくなってますね。またでも今日もまた3時からだから3時間後ですね、まあ、車いっぱいな状態になって、ね、今も部屋の掃除大変だと思いますけども、ね、部屋を出て、はい、次のお客さんを迎えるっていう感じですかね。はい、ということで私のヤリス、まあ、レンタカーですけど、はい、じゃあまた乗り込みましょう。あの楽しくあの星野リゾート界滞在させていただきました。でですね、今から今日のですね夕方までに、まあ、鹿児島中央駅にあの行けばいいので、もうちょっと時間あるんですよね。それでですね、あの、はい、霧島神宮、こちらちょっと行っておきたいなというふうに思いまして、ちょっと今からもう7分ぐらいで行けるんで行こうかと思います。あのこちらアップル界なのかな、そう、こんな風にもういろいろ設定してですね、ナビの開始とかもできるんですよね。行きたいところとかもうこれ設定できてると思います。これあるとめっちゃ便利ですね。あの電話とかもね来たら寝れますし、ここタッチパネルでこうね、なんか Spotify とかでいろいろ聞くこともできますし、いやこれいいっすよ。やっぱスマホね触れないですかね、運転中はね、うん。いいな。はい、それでは坂本龍馬こちらに霧島に新婚旅行で来たみたいですね。はい、それでは非常に立派な木がありますけど、もうはい、お参りも済ませて、では。車に戻ってまいりました。ではもう鹿児島中央駅に、はい、向かいたいと思います。大体ここから1時間ぐらいみたいですね。64キロ、では向かいます。はい、ガソリンも入れないと大体半分ぐらいですね、うん。あ、ちなみにあのそう、乗り捨ての料金なんですけど、まあ、結構高くてこうやっぱり距離があるということで、うん、1万6000円ぐらい乗り捨てで別料金で、あのでもそれでもトヨタレンタカーが一番安かったです。それで、ね、あの車体自体もあのは9000円ぐらいで借りることができたんで、なので、ね、やっぱり大分で借りたものは大分で返したのでめっちゃ安いんですけども、そういうふうに別の場所で、ね、返そうと思ったら高いというので、だいたい2万1泊2日とかで27,940円、ただ楽天のクーポンが使えたので22,940円でございました。はい、ではあの今から鹿児島中央駅に向かいます。まあ、あんまり寄る必要もなかったんですけども、あの桜島ねっていうパーキングエリアがあったので思わず止まっちゃいました。こっから見えるのかなみたいな桜島がね、ちょっと星野リゾート界ではあまり見えなかったというところもあるんですけど、こちらになりますね、桜島はね。桜島以前ね動画にはちょっとしてないんですけれども、あのプリンセスクルーズにね、あの両親と一緒に乗ったことがありまして、その時鹿児島やったんですよね。その時に時間が半日ぐらいあったんで家族でドライブしました。また家族で行きたいもんですね。はい、それではもう入れてもらってるんですけど、半分ぐらいですね、だいたいなくなりましたね。燃費いいっすね。ああはい、ということでありがとうございました。すごい雨。あの駅まで送ってくれるそうで、いやありがたいです。あ、なんで。ああ。
し。無事ですね、鹿児島中央駅にたどり着くことができました。まあ、今回はちょっとね、大分からこう下に下がってきて鹿児島までやってきたという感じなんですけども、ね、まあとりあえずは今回はちょっとここで動画を終わらせたいと思います。ちょっとね、目的地はね、実は鹿児島中央駅ではないんですけれども、次回のちょっと動画を楽しみにしていただければと思います。ということで、霧島思った以上良かったですね。他にもホテルたくさんあるみたいなんで、しかもいいところ、まあ、ぜひね、また他にも泊まってみたいと思ってますので、なんかおすすめのホテルとかあれば教えてください。ということで、まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。